さん、このチャンネル、こちらのチャンネルはカレー動画をお届けしているチャンネルです。はい、本日はですね、ただいま全国で展開されているセブンイレブンさんのカレーの祭典ですね。もう、カレーのフェアみたいなことをやってるんですが、そちらの中から一つ、商品をご紹介したいなと思っております。この、まあ、カレーの祭典というか、結構ね、毎年夏だったりだとか、この間もちょっとやってたかな。まあ、3回目、4回目ぐらいの感じなんですが、まあ、そのためにね、いろんな名店だったりだとか、このチャンネルでも、ロカプレートかな、ロカプレートを紹介したりだとか、トマトさんのね、あのカレーだったりすごいなっていう、今回も発売されてるんですが、今回ちょっと違う商品紹介してみたいなと思います。もう暑い夏にね、ちょっとわざわざちょっとお店まで行くの大変だなっていう方もまあいらっしゃるとは思いますので、家でこんなに美味しいカレーが食べれるんだというのをちょっと検証してみたいと思います。本日ご紹介する商品はこちら、デデーン、エリックさんさん監修のビリヤニということで、ビリヤニって何ぞやっていうね、知らない方、まあ、このチャンネル見てる方はほとんど知ってると思いますが、まあまあインドのね、炊き込みご飯ということで、まあ、早速ね、ちょっと本日はいただいてみたいと思います。これね、ちょっと改良版ということで、まあ、最初は日本のお米で出されたのかな、それがもうバスマティーになって、これだけいただいたことなかったんで、いただいてみたいと思います。さあ行きましょう。本日のカレー、ドン。さあ、というわけでチンしてきたんですが、もう毎度毎度そうですよね、すごいもう香りがめちゃくちゃいい香り、スパイスの香りすごいな。さあ、開封したんですが、見てこれすごいうまそう、すごいよこれ。早速ちょっとライスだけいってみようかな。これバスマティライスですごいうまそう。いただきます。おう、うん、すごいふわふわ感もあります。美味しい美味しい。やっぱスパイスの香りがふわっと香る感じが本当特徴的で、さあそして今回はね、バターチキンとチキンカレーがついてるっていうことで、ちょっとそのままそれぞれいただいてみようかな。まずバターチキンからいこうか。あ、美味しい。このカレーはすごい美味しい。まろやかでコクもありつつ、はい、ちょっとスパイシーな感じもありますね。そして次はチキンカレー。あ、こっちは結構スパイシーでカルダモンの香りがふわーっと香る、うん、具材もしっかり入ってますね。そしてちょっとね、カレーに浸してっていうのはまあさすがにやりますよね。おー、あ、かなりこう香りがアップするといいますか、また味わいも新たに変わるという。だからちょっとね、バスマティライスこれだけだと、まあ、ふわりと香るっていう感じなんですけど、こうカレーとつけるとまたさらに全然違う。すごい、めっちゃ美味しい。このままドバドバーっといってね、これはなかなか名作やと思いますよ。このバターチキンとチキンカレーっていう、こう食べやすい2種類をねチョイスしてるあたりもさすが稲田さんだなと言います。すごく美味しかった。うん、完食です。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、美味しかったですね。もうさすがのセブンイレブンさんの商品ということで、まあまあまあ、あのデリーさんも食べましたし、トマトさんも食べましたし、ロカプレートももちろん食べましたし、おにぎりも食べましたということで、結構いろいろ制覇してるんですけども、なかなか全部のクオリティ高いなということで、今回のやっぱビリヤニってどうなるんだろうと思ってたんですけど、めちゃくちゃ美味しかったですね。まあ最初ライスふわりと香るスパイス感みたいな感じで、結構弱めと言いますか、まあほんのりついてるっていう感じだったんですが、後でこうカレーのグレービーと混ぜるっていうのはやはり計算してそのまま作ってるのかなといった感じになっておりました。もうグレービーだけでもいいですし、まあバスマティだけでもそのまま食べれますし、もちろん合わせてもちょうどいいといった、この絶妙なバランスがすごくこの良かったです。期間中に食べれる方、ぜひちょっと一度食べてみてください。はい、というわけでカレーに取り込んだ生活でした。インスタ、ツイッター、もちろんこちらのチャンネルの方にもどしどしコメントください。ほら皆様、また次回、バイバイ。